きたいと思います。では、よし、到着。さあ、おもろいテント張るぞ今日は。この辺でいいか。あ、でも夕方でちょうどいいかも。5時ジャスト。よし、着いた。はい、頑張ろう。テント張っていきたいと思います。うわ、西日がすごい。ほら、金曜日夕方5時。まあまあそんなもんかな。今日の夜から増えるのかな。でも快晴、まあ快晴めがけてきたんやけど。よし、それでは設営していきたいと思います。はい、今日はコールマンのワンタッチ IG シェード、ポップアップシェードやね、を持ってきました。 IG シェード、ポイポイカプセルみたいなもんで、行くよ。面白い。行きまーす。テント完成。なんだこれ。これでワンズと3人は無理でしょ。ワンズさんとは無理やな。なのでもう一つ貼ります。IG シェード、これだけでも狭いのね。朝死ねて犬入れんのよな。なのでポップアップを用意。わ、逆光なるなこれ。しょうがないか、ちょっとの間だけ。はい、それではこんな風になるので、この間のトンネルを自分で作りました。穴開けて、これでちょっとやってみたいと思います。実験的なのでうまいこと貼れるかどうか分かりませんけど。はい、トンネル完成。こんな感じかな。まあまあ綺麗に貼れたんではないかな。自作にしては。連結、これで、ね、中は広いよ。あ、真ん中に1本ターブポールが、ターブポールじゃは、なんか、ファイバーのポールがあったらな、上浮かされることができんねんけど、でもテントギリギリで張ってるからどうしてもそうなるよね。まあ、いいんじゃない。クアップ IG シェード UV プロと、スクリーン IG シェード UV プロ、まあ同じようなもんやねんけど、大きさが全然違うよね。よし、これでワンズも多分大丈夫だと思います。抜けることはない。ワンズが閉じ込められたらそれでいい。ひょーい、こんだけスペースあったら大丈夫でしょう。リスがここ引っかかる。そうかな、大丈夫。これさ、ランタンフックとかないねや。やべえな、どこに釣ろう。そうか、これはランタンフックがないのね。まあな、海岸とかで貼る簡単な日よけみたいなもんやからな、これって。なんとか形になってくるね、それなりに。ほら、広々と中、向こうまで。今日は地べたゴロネスタイルなので、
もうこのまま、コールマンの、あれ？コールマンって書いてへんからわからへん。あ、書いてあるわ。コールマンの、何やったっけ、ダブルのインフレーターマットを持ってきました。でかいねんな、これ。ほら、こんだけあるもんね。これいっぱいいっぱい。これでゴロネ、ワンズと。よし、膨らましていこう。大変そうやけど、これ。ダブルやからな。酸欠や。頭クラクラしてきた。穴開けられるかもしれないからちゃんとせる、はい、これに鹿番長キャプテンスタッフの寝袋、これは中面です。よっ、ほら敷布団はい、完全にお布団になったろ。でギアトップの、羽毛こっちはダウン、今日はだからダブルにこだわってみました。ギアトップの羽毛、ギアトップ、まあ、12個も寝袋あったらいろんなことができる結構どう、これでいいんじゃないのこれ。よいしょ、あ、気持ちいいわ。これどこでも寝れるわこれ。よし、これで OK。 ちょっと待ってね、もうちょっと、今日はそんな時間かからないからしばらくお待ちくださいな。ん、今日は地べたスタイルなのでテーブルもこんなちっちゃいロゴスのテーブルと、これたき火テーブル、キャプテンスタックやったかな。ちゃうわ、まあいいやこんだけテーブル、これとこれ、この2つだけ、もうスイングアグラチェアにしました。はい、終わり。じゃあワンズ連れてこう、待っとるからね、辛くて。そこで待って、足払わないでしょ。ちょっと待って、上がった、ちょっと待って、うわ、ここでやんの、こっち、あ、ちょっと後ろ、よし、まだよ、こっち、ポンプ、まだ、待って、足、後ろ、はい、こっち、まだやんだ。まだ。よし。お、かっちょいいね、ビス。いいね。よし、これで OK。 あとは写真を撮ると。今日はランタンがもうこれしか持ってきてないので、これとこれと酔う、大丈夫、ちょっと向こう回すよ。
この2つあの投稿機とか持ってこなかったから、これでなんとか夜しのぎたいと思います。ワンズはまあ快適そうですね。それではもう時間が7時、7時ってこの明るさやからな。よ、全然明るいけど。おお、今日は七輪を使うので、ヤシガラタンロゴスね、これ持ってきました。へへ、ちゃんと持ってきたよユニクロこれいいよね、めっちゃ気に入ってんねんけど、大好き。これ良かったわ。でチャムスのこれに調味料とっと入ってます。よし、ほんだご飯から炊いていこうか。今日はプリムスの224さん。よいしょ、これ火力めっちゃ強いから 3キロカロリーぐらいいくんじゃなかったかな。ものすごく安定した火が使えます。ごとくなし、ごとくなしじゃない、風貌なし。これは優秀だよね、このヤシガラタンっていうのは。これ一個でできるので、だいたいこんな感じで今日はこれでいけると思う。 S ビットネスティ、これでご飯、こっちでお鍋で、こっちで豚串焼き、家で作って刺してきたよ。じゃあ明るいうちにさばいていきたいと思います。早押していかないと火が来るから、もう今日うわ大変やから。よいしょっと、さあどれかな。よいしょ、エビが、有頭エビが2個。あ、まだ硬いわ。ガシラが1匹、でっかいガシラやなこれ。ガシラまだ凍っとる。全然硬いね。ちょっとここは研いでやがった。ガシラ中出してぶち切りにしたので、エビとで、海鮮汁、あと味噌持ってきたから味噌と海鮮汁したので、またつけました。ちょっと明るくなった。正面からが全然ないから厳しいの、後ろからバックライトだけ。キノカ漬け、やっぱりねお漬物も必要だよ私大好きやね。これ直してな、汁とか漏れたら最悪やから、最悪やからちゃんとしてる。こうやってちゃんとしてんのジップロック、こんな感じで入れときます。だってこれ漏れたら大変やろ、クーラーボックスの中。このテーブルなかなかこじんまりしてていいですよね。ロゴスの煮炊きできるしね、なかなか気に入った。お、拭いてきた、鍋が拭いてきた、やばい、開けて味噌入れる、ちょっと待ってくださいね。今日は暗いなぁ、すんまへんやで、今日は暗いわ。いつも
関東二の串にさせてきましたよ。ほら今回は豚バラブロックから行ったからね、カキンコキンだと思って。よいしょ、これだけあれや、私は一人前やから。これだいぶあるよ、5つしかないけど、これで10分で、よっしゃ、今度いいや。あとはこれを七輪で焼いたらめっちゃうまいぞ、豚串のせご飯や。よし、よし、馴染むんだ。ここで見えへんか、今日はこんな感じなので。おお、か、早い早い、やっぱロゴス最高やね。さあ、私焼いていこうかね。うちの前はこれが最高やわ。2つ焼けるか。全部逆光になるからすんませんな、今日は前からの光がないからしょうがない。よいしょ。うわ、美味しそう、めっちゃうまそう。うわ、いい感じ、これはうまいぞ。いやー、これ裏のヘッドマークだけどね、こうしたいよな。なんか、よし、なんかこれで頑張って食べよう。よし、あ、食べてる間にだいぶ気温が下がってきましたね。16度、湿度 88%、 20時15分。美味しいね、めちゃめちゃ美味しいわ。やっぱ外で食べるのはうまいわ。あ、ね、別にこっちでもよかったね。こっち進でるから出えへんよね。フィジュー、乾杯。暑そうやな、これ。取って。ああ、最高。あったかい。今何度？幕内で16度。本日はお休み中。よっ。みんな寝とる。向こうまであるのに、みんな、なんでこんなとこ近くまで来るわけ？どうすんの？どうすんの？どうすんの？あそこがいいの。どうしても近くに寄ってくるのね。せっかく道広げて向こうまで作ったのに、誰も向こうに行かない。うん、おお。さすがにここまでの結露は初めてやな。すげえ、上からポタポタ落ちるぐらいの結露ってすごいな。ダメだこりゃ。すげえ、何これ、こんだけ結露するの。そうか、うん、よくわかった。まあサンシェードやからシングル幕やし、しょうがないよね。上からポタポタ落ちてきたで、びっくりした。それでは、すみません、寝まーす。はい、おはようございます。7時42分、幕内31度。なんやねんこの差は。もう大概にせよ、もうめちゃめちゃ寒かったぞ。あ、しかしめちゃめちゃ暑いぞ今。7時でさ、す
超快晴、まさに快晴、すごい。雲一つないとはこのことである。わ、なんでえらいボケたな今、なんでやった。このメスティーもなんかだんだん味わい深くなってきましたね。汚くなってきたな。これでいいねんけど、汚れる方が好き。大好き。朝はホーメルスパン結びキットでおにぎらず、これでいきたいと思います。ユニフレームのチビパンを持ってきました。今日はこんなちっちゃいのでいけるかな。スパンプを2つ、ちょっと中途半端な2つにしようか。いや、これご飯入んのかな。その前に飲んでるか。ギューッてそう、ギューッてで、うわうわ、これ誰食うね。よいしょ、しょうがない。 よいしょ、いいよいいよ、ダメ。あれ、うわ見えへん、おいしそう。スパムはこっちでした。こんな感じ、美味しそう。マヨネーズがあったら美味しいんだろうな。綺麗に乗ったよ、よかった。ぐちゃぐちゃになったらどうしようかなと思ったけど、よし、これ食べたいと思います。美味しいですわ。なんか腹いっぱいなってしんどい。完食、ごちそうさまでした。
はい、撤収完了。限界でしたね。いや、今11時18分。日向の温度が40度になったもん。もう無理。もう行っておられ。まあ、靴も大変や。なあ、ちゃんと座って。ああ、もう撤収です。帰ります。最後、バッテリー切れて、お疲れ様でしたが言えなかった。